もうエイジ、朝だよ、起きて。今日は休みだろ、もうちょい寝かせてくれ。またそんなこと言って、大学が休みの日はいつもお昼まで寝るんだから。あのな、これはお前のせいでもあるんだからな。毎日うちに来ては俺の血を吸ってくれるせいで、こっちは貧血気味なんだ。吸血鬼の彼氏っていうのも大変なもんだ。面目ないです。そう、何を隠そう、俺の恋人は吸血鬼だったりする。俺の名前はエイジ、大学2年生だ。俺には高校生の時に交際を始めた彼女がいて、名前はユズル。昔から仲のいい幼馴染で吸血鬼だ。エイジ、ガブいれ。よくユズルに吸血されるせいで貧血気味なのが最近の悩みである。そんなある日のこと。エイジ、私エイジのために料理を覚えようと思うの。なんで？最近貧血気味だって言ってたから、鉄分とかそういうのたくさん取れる料理を作れたら喜んでくれるかなって。吸血の回数を減らすっていうのは。それは無理。そんなこんなでゆずるの料理修行が始まった。お前ちゃんと料理したことあるのか？友達のれんちゃんから貧血に効く料理を教えてもらったから。不安になった。なんでよ。いい？まず野菜、果物、芋類はビタミン C が多いから鉄の吸収がいいんだよ。俺野菜は嫌いだ。ちゃんと食べなさい。偉そうに。そういうお前もピーマン苦手じゃないか。ピーマンなんか食べなくても生きていけるじゃん。ピーマン嫌いすぎだろ。他にも貧血予防にいい食べ物はたくさんあるんだよ。俺は予防してどうにかなるんだろうか。牡蠣とかアサリとか。ま、楽しそうだからいっか。急にそんな、ダメだよエイジ。悪い、貧血で立ちくらみが。なんだ、立ちくらみか、襲われたかと。なんで言った？頭が痛くて聞いてなかった。なんでもそうか。よし、エイジのためにも頑張るぞ。そんなこんなで完成したものは、まがまがしいオーラを放つ何かだった。ごめん、失敗しちゃった。どう失敗したらこうなるんだろうか。無理に食べなくていいから。いや、食う。食べられないものは入れてないんだろ。多分。そこは確約しろや。まずいけど。まずいなら無理して食べなくても。バカ野郎、彼女が初めて作ってくれた手料理をまずいからって捨てる男がどこにいるんだ。エイジ、大丈夫？ほら、全部食えたぞ。もうバカなんだから。そういったゆずるはちょっと嬉しそうな顔をしていた。今度はもっと美味しい料理作ってあげるからね。あ、とりあえず、ガブ。えだい、急に何すんだ。ごめん、エイジが私の料理全部食べてくれたことが嬉しくなっちゃって、吸血衝動が。やめろ、ただでさえ今日はもう血が足りてないんだぞ。俺の彼女は可愛いけれど、やっぱり吸血鬼と付き合うのは大変だと改めて身にしみた。